はい、どうも誠です。今日はね、ワンオクロックの We Are の解説をしていきたいと思います。で、チューニングはレギュラーチューニングでいけます。で、 BPM が148です。はい、じゃあ新年明けましておめでとうございますということで、早速やっていきます。はい、結構この曲シンプルでものすごく簡単なんで、結構初心者の方でも弾きやすいと思います。で、結構ね、同期というか打ち込みの音が多いので、ギターの弾く部分があんまり、サビと B メロのケツにちょっとあるぐらいなんで、まあバンドでカバーする場合は AB も弾いちゃっていいと思います。はい、じゃあ早速イントロからやっていきます。はい、イントロは全部パワーコードです。ルートの音と、5度上の音で、僕はオクターブ上の音も弾いてます。この3つですね。で、一番下の弦が、6弦が鳴らないように中指でちょっと軽く触れて、で、1、2弦は小指で僕はミュートしてます。でも全部の弦弾いてます。はい、基本的にこの曲はほとんどこれでいけるんで、これさえ覚えてしまえばあとはもう横に移動するだけなんで。はい、じゃあコードなんですけど、ルートの音をまたフレットで言っていきます。最初が5弦の1フレット、3フレット5フレットって移動して、最後は6弦の5フレットです。で、右手のストロークなんですけども、です。で、しっかりこのオルタネイトというか、この振りは一定で、このカラーピッキングを入れるっていう感じですね。はい、僕も結構ギター始めたての頃は全部下で弾こうと、こうやってたんですけども、やっぱり慣れてくると、まあテンポもずれますし、やっぱり手疲れるんでね、絶対これは覚えた方がいいです。でね、この曲基本的にこれで全部いけちゃうんで、あと何やろ、あとまあ B メロかな、 B メロに、ちょっと B メロのケツにクリーンのアルペジオあるんで、そこだけちょっとやります。はい、これは歪みを抑えて、じゃあゆっくり説明します。最初の音が3弦の5フレット、次は2弦の6フレット、1弦の3フレット、ごめん、5フレット、最初はこれでいけます。で、その次が、1弦の8フレットと2弦の8フレットになります。はい、じゃああとはサビなんですけど、もうイントロと一緒なんですけど、ちょっとまあ一回やっときます。
はい、コード進行は全く一緒です。でね、あれ、ストロークがちょっと変わってますね。イントロはやったんですけど、サビはですね、多分。これも一緒です。この振りは、一定で、でどこをすかすかっていうことですね。はい、そんな感じですかね。あ、んでもしバンドでカバーするなら、A メロ B メロもコード一緒なんで、まあ、とか、まあ、なんか勝手に、まあ、弾いちゃえば大丈夫だと思います。はい、じゃあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。で結構ねシンプルなんで、あの初心者の方にもおすすめです。で、まあ、バンドでやる場合は A メロ B メロ C メロかなを、まあ、自分らでちょっとアレンジしてやるのがいいと思います。はい、じゃあね、今年は結構って言いながら、まあ、いつもあんま上げないんですけど、まあ、頑張って動画上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。でよかったら下の概要欄に各種 SNS の URL と、最近僕バンドを始めたんで、それのよかったらホームページとかもあるんで、よかったらチェックしてみてください。ではまた。